はい、今回はなんか深作業してたら生まれた色違い火だるまを使っていきます。持ち物カムラのみなんですけども、これはなんとなく察しの通り、だるまモードの方ですね。普通はなんかスカーフ持たせてゴリ夢中とかでぶん殴る火だるまがポピュラーやねんけど、今回はこのだるまモードを採用しています。で、身代わりと腹太鼓でちょうど HP の4分の3を削り切って、無理やりカムラのみ発動させて、攻撃力6段階上げて、もう上からひたすらしばき回すっていうプレイングですね。技を補助技に2枠割くので、面落としてほのパンしかないんですけども、もう腹太鼓決まった時点でもう大体のやつ半減でもワンパンなんで、その辺のなんか技範囲に関してはもう問題ないです。とにかく今の環境ね、もうこの身代わり腹太鼓決めた、もうカムラダルマモード火だるまの通りがめちゃくちゃいいので、ちょっとそれをみんなに見てもらいたい。いきます。はい、マッチングしました。マリカさん、対戦よろしくお願いします。近年枠は白バドレックスとルギアですね。レジエレキがちょっといやらしいかなと思ってますが、まあ、ちょっと引きだるまからいきましょう。で、裏に、ルギアは俺は入れたあかん気がする。鳳凰かな、鳳凰入れておきますか。ってなってくるとラス1、まあ、ポットですか、電樹木あたりが望ましいのかな。ポットです、行きましょうか。助け持ってるんで。さあ、よろしくお願いします。うわ、ルギア爆弾来たか。むずい相手やねんけど、まあ、基本スカーフからのツラ落としとかを警戒されると思うんすよ。なので、まあ、身代わりでいいんじゃねえかなと。とか言って電磁やぶんまかれたらきついねんけどな。あ、俺の方が早い。あ、チェコットがなんか変な音しちゃそう。いや、それが補助型だったらこれラッキーやぞ。頼む、補助型だってこい。来てー、はい、皆さん来ました。これはやばい。これもう勝ったかもしれん。こうなったらもう上から腹内鼓打つやろ。で、カメラの身発動するやろ。で、もう完全に、もうパワーが全開になった、ガラルヒダルマ、カッコダルマモードが完成するわけよ。これは、これ激アツ。で、ちょうどこの HP がこれ、努力値無振りでちょうどこの4分の1になるから、これでもう一気にカムラ発動するわけよ。お前、暴風とか結構ギャンブラーやな。この子ギャンブラーだ。マリカちゃんなんか意外となんか可愛らしい名前してるけど、ギャンブラーやわ。お前なんか将来パチスロライターとかやりそうやな。さあ、これ、ダルマモード発動して、で、腹大根決まってるんで、しかも色違いやろ？これで、マルチスケール、貫通、つらら落としを見ましていく。さすがに貫通するよな、これな。いけ！ナイス！これ貫通するっしょ、さすがに。このルギア、多分俺が使ってるルギアと肩似てるかもな。耐久に振って S 振らずに、電磁野採用で、みたいな。で、瞑想自己再生、暴風。俺のルギアはその安らも出せるけど。いや、バドレックスとか来てる。いや、こいつ助け持ってんのか、ワンちゃん。あれ、こいつって氷入ってんのやったっけ？氷入ってるよな。氷入ってるよな。もう、大盤ぶち込むか。大盤切ってもよくないこれ。こいつが助けなんてありえないもんな。さあ、こ、大盤行こう。大盤ぶっかけとけば相手が大盤切ってても確実に倒せると思う。炎のパンチだとワンチャンこいつの耐久が耐えてくる可能性がある。まあ言うて攻撃してくる160の攻撃全振りからのお前腹太鼓で6段階上昇タイプ1やからなこいつ。そう、元々のそのヒヒダルマは氷単体やねんけど、このモードになったら炎タイプ入るからタイプ1なんねん炎技が。あ、大盤来てきた。よし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 。いや、これは多分ワンパンっす。これももう有無を言わさずワンパンやと思うわ。さすがにワンパンやろ。おい、どうしたよ。あかん。なんかもう平日の朝っぱらからもう小学生いじめて楽しめるおっちゃんや俺。マリカちゃん、ヒヒダルマトラウマなったやろうなきっとな。いや、でもこれ決まったな。鮮やかに、そう、1ターン目で相手の補助技を避けるっていう、もうそれできたらもうインスタントビクトリーなんですよね。簡単に勝てる。イージービーン、マジで。ガラガラ、あ、こういうガラガラみたいな、そう、炎タイプ入ったやつが、この炎氷どっちも半減してくるんですけども、関係ないですね多分。これはもうおそらく半減とはいえこの大盤で一撃でしょう。はい、ありがとうございました。気持ちよすぎ。はい、マッチングしました。お相手の方の名前が何これ、ちょっと待って、なんか同じ漢字2個続いてるやろ。同じやんな。いや、ちょ、同じちゃうんか。大っていう字に大じゃないわ。いや、微妙に違う。見て、
左のやつはこのカタカナのスみたいになってるけど、右のやつは大、要はあの上の横棒突き抜けてるか突き抜けてないかの違いがある。あとごめん、あのあれや、カタカナの塔みたいなのも反対になってるわ。あ、これセジュンさんや。さあよろしくお願いします。これ多分出しないと思うわ。あ、じゃあサンダー、ちょっと待てよ、サンダーやったらお前絶対これ左馬経過してくれ。基本的にサンダーってのはゴリ夢中左馬の面落としを耐えないんで、まあでもワンチャンあるとしたらもう大馬切ってくる、大馬にゴリ押しだ。そんなことをケアしてて もうどうしようもないからな。もう基本これはもう目つむって身代わり、大手がもう引いてくるのを祈る。うん、悩んでる、困ってるってことはもう多分引くかどうかも検討に入ってるわ。これ多分引いてくると思う。ここで引かせたらもう俺の勝ちよ、言っとくけど。引け、セジュンさん引け、ここはもう引くとこや。サンダー引かな、もう越されるぞ。ゴリムチュツ、ほらな、引いてくんねん。な、長い名前、何これ。ディアルガ、ディアル、え、ちょっと待って、ディアルガ、ディアルガでもいけるんちゃう。こいつ氷飛ばやんな。で、身代わりから、待て待て待て、これいけるぞ。身代わりからで腹太鼓ぶちかまして、カムラ発動させて、で一発こいつの技耐える。あのちょっと嫌なのが、ここダイマックス切られて大スチールで防御上げられたらワンチャン耐えられる。ああ、しかもそのプランで来んのかい。これ多分大スチールですね。もう身代わり見た時点で腹だ、次の腹太鼓ってのもあるけど予見してる可能性はある。正直どうやろう、いけるかな、いけるかなっていうのは、俺が次のターン腹太鼓からのダイマックスダイアースを切るつもりなんですよ。それでワンパンできるやどうかや。さあこ当然腹太鼓を決めていく。まあ大スチルやろうなこれな、ギャルガグは。いや、これダイマ切るって判断あえてうまいわ。これはなかなかうまい。でカムラ発動で、これで一応雑誌邪魔に抜けるようになると。さあどうなるか、ダイスチルやんな。いや、このタック以外やったら絶対ワンパンできてたなこれ。ただ言うてね、攻撃出力値160ですよ。攻撃出力値160のね、もう氷っぽとはわけが違うね。氷っぽもその同じ氷タイプで腹太鼓使えけど、火力2倍ぐらいあるからな。ちょ見ろこれ、攻撃力212の4倍、約1200、攻撃力1200がダイマックスして、ダイアイス打つとどうなるか。相手は死にます。いや、これは持っててほしい。ダイマ、いや、ダイマディアルが持ってってほしいけど、まあ、一応ディアルが防御はちょっと高いんですよね確かね。ディアルガさん防御が若干高めです彼は。でさらに防御の上昇の補正が入ってるのを考えるとかなり微妙なラインやけど、俺のそのダメージ感では多分ワンパンできると思う。いってくれ。いやー、第一自分で耐えられた。いやー、ではこれはちょっとディアルガ強かったな。まあまあまあ、ダイマ切ったディアルガにこんだけ入ると防御上げられててもっていう、この子の火力の強さは証明できたのかなと、まあ思いますね。ってことは、まあ、相手もダイマックス切っていって、あ、でもルグメルイヤか、サンダーが普通にきついな。これはもう瞑想から入りましょうか。マルチスケールで、引くのここ、あ、で雑誌やんか。いや、サンダーか、これサンダーやな最初のやつな。いや、あのね、もうルギアの瞑想でゴリ押すわこれ。ただ怖いのが、マルスケ解除された状態でボルチェンとか、これ後手ボルチェンやな、後手ボルチェン食らった場合が、後手ボルチェン食らってからの3、ザシアン出しで上から居住弾っていうのが相手のルギアを突破する手段なんですよ。んー、でもそれはまだ来ないと思いたいけどな。一回瞑想いきます。サンダーがデンジャーとか持つなんてある。あ、これ先行取るってことは相手物理ぶりやな。これ耐久ぶりですわ、完全に耐久に振ってる。デンジャー持ってそう。ああ、もうおもんないその技。まあ俺のルギアも持ってんねんけどなこのデンジャーとかいうチンカスがいかにも好き好んで使えそうな技さ、ほんまもう考えたと死ねばいいのにって俺もずっと思ってんねん。
初代から思ってる。だから20年間この電車考えたやつもう死んだ方がええってずっと思ってんの俺、本気で心の底からね。あーごめん、これラッシュなんて来ますわ。いや、え、ちゃうわ。あ、え、これリアルがなんか何故動け、ナイス。リアルがって言うて特殊やんなこいつな。しかもリアルがの振り方次第か。ただまあ純速で普通に抜かれるってことを考えると、あ、ごめん関係ないわ、巻いてんねん俺。まあ自己再生か一旦。全然でもルギアで粘れる。うわ、レービー持ってやがった、だる。ただ瞑想で耐えていく。あ、えらい、今日のルギアえらいぞ、紛らんの全然。これ安田でいくか。じゃあ倒しに行った方がええよな、もう動けるうちにな。どっかで確率が偏ってその3連チャン麻痺とかあるからな。うん、こんだけ残れば仮にこれ出したら出されても一発居住団耐える。でこっちもデンジャーぶち込む。まあ、裏にザシアンが当たり前のにいるみたいな話があったけど、多分ザシアンやと思うんですよね。いやでもザシアンおったら今のタイミングザシアンなんかな。ん、あーごめん、裏押すだ。ってことは暗黒兄弟死ぬな、これ暗黒兄弟死にますね。これは耐えない。ただまあ C レーン入れておいたおかげでアクウーラオスが強く出れそうだけど、まあ結局のところがサンダーどうすんねん問題か。サンダーに勝てないな、こいつの暗黒強打プラスサンダーの電気技。まあ直気持ちなんで耐える期待は持てるけど、あれサンダーどんだけ削ってるっけ。あいつほぼ無傷やったっけ。立ってきたな。これ八マギやったら多分負けやわ。あー、いや微妙やけど、これどうやら八マギなんちゃう。でもこのダメージ半減でこんな入るかってなったら、これ熱湯とか激流発動する。もし耐えるってなったら、いやこのヒットポイントならワンチャンあるかもな。激流熱湯から激流悪女でワンチャンある。光電これ耐えれば直気持ち耐えた。まあいいなよお前マジでゴミ。面白くないわ。やっぱほんとマギ考えた人死んだ方がいいと思いますね。ありがとうございました。はい、マッチングしました。オブさん、大戦よろしくお願いします。近年枠はザシアン海洋画という、まあ、王道パターン。しかし、なんだ、ガマゲロゲコータス。んで、あれなんだっけ、エルレイド入ってるやん。またこれはね、可愛らしいポケモンが入ってますね。まあ、じゃあ俺も可愛らしいポケモン引き出るまでちょっとそこを相手していこうか。で、まあ、海洋画、ザシアン、どっちもゴブトレってるルギアでいきまして、あ、そうなってくるとちょっとレジエレキとかいうやつがちょっとしんどいんで、電気の一環はこれじゃ作らん方がええな。電磁ボケ入れてみるか。これワンチャン電磁ボケパターンもあるぞこれ。さあお願いします。いや、レジエレキちゃん来ちゃうよねそれ。青いリボンつけてかわいいね。これどうしよっかな。あの一応分かってんのが、こいつの弾ボルトチェンジ耐えるぞ。ヒデルマギリ弾ボルチェンギリで耐えるっていうのは実は統計上分かっていて、ただ壁張りとかもありえるんか。なった方がいいんじゃん。いやごめん、もうギャンブルで身代わりいくわ。あ、悩んでるってことはちょっとなんかあれかもしれん、あえてなんか困ってるんかも。まあでも基本的にスカーフよりも早いレジエレキは。てかどのポケモンがスカーフ巻いても、まあレジエレキだけは抜けん。S 種族値200はやばいもん。無振りで220やん。無振りでザシアンとかと同じ速度やからな、最速の。え、引いてきた、引いてきた。え、マジ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 。ガマゲロゲ。ガマゲロゲで受けるってことこれ。ん？何を意識したこれガマゲロゲ。え、じゃあもう腹太鼓積みますよこれ。そんなもん。そんなもんもう腹太鼓ですわ。そんなもう腹大悟からもうケチョンケチョンやね、言っとくけど。
さあしっかり腹太鼓を積んでいきまして、攻撃力が一気に上がる。さあどうする、この状況。身代わりもまだ残ってるぞ。どないすんねんゲロゲさんよ。あ、普通のアタッカーや。まあこれ仮にこいつがなんかスイスイとかのなんかやつでダイストリームからってやってきても平気なんで、カムラの身があるからね。命の玉、あーなるほど、ダイマックス切らんでももうこれツララ落としでいけるよな。まあダイマ切る利点としては、まあ技外さんっていうところではあんねんけど、いやもうツララ落としで素直に行こう。てかダイマ多分切ってこない、ここ。いや切ってくるか、裏出したんやったら切ってくるのか。もう切るやつがこいつぐらいしかおらんてなんのか。切るんか切らないんか。あ、ごめん、ダイヤス行ってもよかったかもしんない。しまったな、これで耐えられたら多分俺のプレミだ。うわ切るか、ごめん、これちょっと俺ぬるかった。冷静に考えたらもう消去法でダイマックスってのがね、最近はもう今の環境も消去法ダイマっていう概念があるんですよ。やっぱザシアンとか無限ダイナとかその辺裏におるともうダイマックス早めに切っとかなあかんってなる。切れるやつこいつらしかおらんってなるから。あーでもそんな関係なかったわ。強すぎませんこれ。ちなみにカムラの実が発動した状態のガラルヒダルマであれば、最速レジエレキを抜けてますこれで。ツラ落とし外すんでもうこの番でいい。ドロミチ助けたら負ける。ドロミチ助けたらこれやられるからな。ああやばい、もう気持ちよすぎんねんけど。海洋画か。じゃあダイアイス行ってみるか。ダイアイス行ってみよう。まあ多分倒せるんちゃう、半減やけど。あ、降参された。ありがとうございました。はい、マッチングしました。マキマロさん対戦よろしくお願いします。近年枠はザシアン海洋がですね、そして、サンダーと、メタモンとかいう、あのもう使う人間全員柱と思ってるあのゴミクズポケモンが一匹紛れ込んでるのが非常に腹立たしい、パーティーの並びではあるんですけれども、まあ、とりあえずもう引き手沼から入りますか。で、海洋画が来た時にどうするかな。もう海洋画とか考えてもしゃあないから、まあ、ルギアは入れよっか絶対に。で、サンダーがちょっと重めになるのか。電樹木ありな気がする。さあよろしくお願いします。あ、来た、サンダー。これはでかい、これはでかい。基本的にこれヒダルマ見たら引くはずなんですよね。この光景今日何回もあったと思うねんけど。なのでもうこれはもう目つむって身代わり。基本ゴリム中ツラ落としでサンダー死ぬから。いやまあそれか、まあなんか物理とかに振ってるやつだったらワンちゃんに座ってくるかな。いやここ引いてほしいな、サンダー頼む。引け。お前はここにいちゃいけない人間なんだ、頼む引いてくれサンダー、ここ一番引け。ボルチェも打てへんはずやねん、普通に引くしかないはずやねん。スカーフが怖いんであればよし。ザッシュ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 。さあ始まるぞ、ヒヒダルマの無双一戦が。あーでもあー、いや電光石火は大丈夫だよね。大魔切りゃいいんだよな、最悪な。ここ腹太鼓行きます。腹太鼓行って、あでもやべ、俺の左は大魔アーマー上げてねえぞ、大丈夫か。いやでもダイマックスして HP6、 え、なんだ、なんぼだ、67とか3とかになるはずやから、そうなれば電光石火耐えるか。いや耐えれば十分、一発耐えるだけの体力が残ればいい。あと裏に海洋がいいかどうだ、ほんまそこだけ。海洋がおるかどうか、全てはそこにかかっていると言っても過言ではない。居住団で切るしかないよな。いやーここまだいワンチャン裏にメタモンがいたらどうしようっていうちょっと懸念点もあるんですけど、まあ、メタモンにパクられたらもうあのゲームフリークに通報するんでこの人。うん、あの人の努力をこう勝手に横取りするようなね、もうパクリ野郎に俺はもう本当に人権ないと思ってるんで。さあここはしっかりと飯を食っていってカムラの実で、素早さがこれでザッシャー抜けるようになると。で一応電光石火ケアでもうダイマ切っちゃいましょうか。ダイマいきます、ダイバンいきます。さあさあ目にもの見せよう、腹太鼓引きだるまのお葬式を見せてやる。相手は交換もしてこない。うわ裏がどうなんやろ、海洋がなんかな。さすがにでも海洋がやった場合は
大アイスでは大魔切られた場合には落とせなくなるな。サンダーはもちろんどうでもいいねんけど、サンダーはどうにかなんねん、どうにでもなんねん、大魔切られようが。やっぱ海洋が裏におる可能性があるってことや。でごめん、ちょっとおのりの来たりは大魔やっぱ上げ忘れてるわ。あ、断交石化もないってことは、まずザシアンはカモラの身で抜いてるから、大盤で消滅させていく。もう消滅というかこのまま消えてくれへんかな。溶けて溶けて液体になってほしい、ザシアンとかいうポケモンで。問題はこの裏から何が出てくるかやな。これメタモやったら最悪ですね。ちなみにね、海洋がやっぱ来るかってことは海洋がにダイマックスや。いやでも逆に言ったら海洋がに大魔を切らしてる時点でこいつの役割っていうのはかなり大きなものがあるんじゃないのか。ちょっと待てよ、今回は、ああ電磁木がでも海洋抜けてね、ルギアで電磁矢巻けばいいか。いやそうすれば勝てるな、海洋がダイマックス切られてもルギアで電磁矢浴びせればいい。ダイヤスいきます。え、ダイマ切らず、なぜ、何故、耐えると思ったのかお前。耐えるわけないやろかお前ここはもう海洋がダイマ切るしかないねんぞなあ。てことは相手のたくらみとしては海洋外ダイマを切るともう負けるっていうのをなんとなくこの第6巻で悟っていて、サンダーで初手ダイウォールから入って、ダイジェットからの全まくりプランを見据えてるのか。まあ一応こっちのつらら落としが外れる可能性あるからな。まあここは当然ダイアイス打っていきますけど、おそらくここサンダーはダイウォールから入ってくると思うけどね。まあダイマックスやんな。いやーまあ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 、海洋画を突破できた時点でもうほぼほぼ俺の勝ちは勝った。いやでもまあ一番やっぱ残っちゃいけないのがサンダーやったんですけどね。これサンダー抜けずで残されて、で裏ルギア電磁木ってなってってなったらちょっときついかもしれん。まあダイボールからやな、そうやんな。ってことはまあつらら落とし避けるのにかけるっていう相手のプレイングか。これどうやろう、ほんまに確実にいくやったらこれもう炎のパンチでええんちゃうかっていうふうに思うねんな。つらら落とし確かに外したらこれ危ないんですよ。確実に打点のある炎パンを打つべきなのか、炎パンで何割、まあ物理特化としても7割8割、いや7割ぐらいは削れるんかな。そうなれば最後電磁木、いやごめんでも電磁木の方が安定せんわ。いやごめんここで 90% 落ちたらもう勝てんよな。いやもうこれ打っと、打ちます、いけ、はい当たりました。皆さんこの爽快感を味わいたいのであればぜひ皆さんも、原太鼓火だるま育成しましょう。ありがとうございました。